まずは最初の一組目、高波歩み、西山慎吾組、早稲田大学。リズムダンスを終えて4位の高波歩み、西山慎吾組、あゆしんの2人です。初めてシニアに挑んでいる2人の目標は表彰台。3位平山、縦野組とは 0.83 点差、決して不可能な数字ではありません。カップル結成1年目。映画パリのアメリカ人より、まずは最初のコレオグラフィックキャラクターステップ、ここが見どころだと話します。2人の顔の表情にも注目してください。塔の使い方もキレがあっていいですね。まずアイスダンスの特徴的な要素、シズル。スリーターンを入れてからインサイドループ、右回転、揃っていますね。ホップからバックアウトディーズル、揃っています。ツイズルは男性女性それぞれスコアがマークされます。そしてこの後ワンフットステップ、フォアのチェンジエッジからアウトサイドロッカー、インサイドブラケット、フリーレッグもよく揃っています。イナバーバーも綺麗でしたね。ロングリフトに入っていきます。男性はイーグルの姿勢です。チェンジエッジも少し詰まりましたが、まとめました。男性ソロのシットスピンからダンススピンキャメルのポジション、しっかりシットダウンして綺麗なスピンでした。ポーズが出ました。明るくそして爽やかに素敵なフリーを披露してくれました。高波歩み、西山慎吾組。さあ残すは3組、村本、高橋組、小松原組、決着の時が近づいています。
今年カップルを結成したばかり、まだ20歳と19歳の2人です。シニアへの初挑戦、高波愛美、西山慎吾組。改めて宮本さん、2人のフリーダンスいかがでしたでしょうか。あのスピードもあって、この見ている方に楽しさが伝わる素晴らしい素敵なステッププログラムでした。はい、力いっぱい、そして爽やかに楽しんでましたよね。楽しんでましたね。それでこのもう少しあの複雑なホールドだとか、はい、あのホールドチェンジがあればまた高得点がどんどん狙えると思います。はい、高波西山組の得点、それではフリーの得点です。 90.19、 フリーは 90.19、 そしてリズムダンスと合わせたトータルスコア 148.29 です。